お疲れ様でです、鈴木自由じゃなくて、えー、とアイデアとクリエイティブで自由な暮らしをなんとか手に入れようっていう、えー、そういったコンセプトでお送りしている番組でございます。プロデューサーの鈴木宏です。で、昨日ね、あげたのは、えーとね、フリーランス自営業者の40歳の壁っていうね、あのー、コンテンツあげてて、たぶんかそういう本いっぱい40歳になる前に読んだなと思って、だからなんかその、それやっぱなんかニーズあるよなと思って。 あとねその仕事だけじゃなくて、まあ、体調ですよで体調面でも40歳の壁ってのがあるんじゃないかと思ってまあそのとりあえず私は男性なんで、えー、と男性の40歳の壁っていうのは、えー、どんなことかっていうのを話したいと思いますいろいろあると思うんですけどまあ一つはまあやっぱりその体重じゃないかと思って今日体重について話そうと思ってるんですけど。 えと2019年に私は39歳だったんですけどその時は168センチで74キロあったんですよまあそんでちょっと小太りなんですけどでも実際はもともとすごい太ってた時は90キロぐらいあったんでまあその年々痩せてきてて、えー、と健康だったんですけどでもまあ結構20182019ってなんか仕事がすごい大変な時期であのー、なんかすごい忙しかったんですよでいろいろ番組もたくさん持ってたしあのー まあでも忙しかったところから、そうでもないところに移っていく過渡期の時だったんですけど、あの、夏にあの旅行に行ったら、あの旅行先のタイで、えっと、倒れて、えっと、そんで、えっと、入院することになって、えっと、そんで入院して出てきたら4キロぐらい痩せてたんですよ。で、だから74キロから70キロぐらいになっちゃって、で、そこからでもしばらく結局、えっと、ちょっと体調っていうか、その体重は下り坂で、 でもまあなんかまあまあ元気になったんですよ。でもまあその年結構忙しくて、えっ、ー、とその後も、えー、とすごい忙しかったんですよね。そしたら、えっ、ー、と年末に12月の28日にえっ、ー、と恵比寿の路上で倒れて救急車を近くに来た人が呼んでくれて、えっ、ー、とそれで。 あの入院するっていうことになってでその後、えー、と番組の上映会とかもあったんですけど年末の上映会もあ年明けの上映会だったんだあ年末の上映会ですね年末の上映会も家門、えー、のコンサートも、えー、とみんなキャンセルっていうことで、えー、と何日結局5泊土日挟んじゃったから5日間ぐらい入院してたんですよねまあそ,そういうことでコロナの走りですよえっ、ー、とそれで えとまだ武漢ウイルスがみたいなこと言ってる時に、えー、とそれでまあまんまあとかかってえっ、ー、とあれだったんですけどそれでまた、えー、4kg ぐらい痩せちゃったんですよでその後戻ったりしてたんですけどそんででもそん時に40歳を手前にしてなんか思ったんですよあの入院するたびに痩せちゃったなと思ってっていうかあの倒れるたびに痩せちゃったんでこれもしかして 取ってるから体調が悪いんじゃないかと思ってあのつまり体がその痩せさせようとしてるんじゃないかっていう <laughs> 仮説に立ってだからそこからなんかせっかく痩せたしっていうことで痩せることにしたんですよ。そんで、えー、とちょうどそのタイミングで、えー、と40歳になったんですけどコロナの季節になっちゃったからコロナの季節ってなんだってなる。 なんかその暇だからマラソンすることになってもともとマラソンはしてたんですけど結構真剣に毎日走るようになってちょうど40歳の、ね、体調の壁も感じて、えっと、毎日走ることにしたんですよ。そんで毎日走ることによって、えっと、ま,あまたそこから、えっと、3キロ4キロと痩せて結局2020年40歳の12月の段階では、えっと、6 3キロまで。 えと体重が減って、えー、とめちゃくちゃゃく痩せたんですよ。そしてすごく健康でその後入院することもなく、えー、と風邪をひくその後一回風邪をひいたのかなでもその後、えー、と風邪を重くなることもなくですねあのなんか元気になったんですよだからなんか食べ過ぎてたし飲み過ぎてたしあのそういうことで胃腸に負担がかかって、えー、と太り過ぎてることによって体調は悪かったんだなと思ってだから。 あの40歳の壁ということで、えっと、そのタイミングで体重を減らすことができたんでなんかうまく、えっと、次の元気な、えー、体に、えっと、移行することができたということで、えっと、うまいこと壁を乗り越えたんですけどでもやっぱり働き方とか食べ方とか飲み方とかそういうのは多分もう限界を感じてたんですよね。だからその30代 まだやってきたそういう無理やりなやり方では無理だっていうのを、えー、と猛烈にねそれが押し寄せてでまあ、えー、と1年に2回も入院するっていうことになって、えー、とそこでなんか一気に転換することができたんですよそしてえっ、ー、と2023年には、えー、と初めてのトライアスロンに、えー、と参加して、えー、とそこに向けてね筋肉をつけてもうちょっとねあの痩せてはきたしそのフルマラソンがね走れるぐらい元気なんですけどもう一段階 体をちょっと元気に絞っていったらどうだろうかっていうので、トライアスロンを始めて、えー、っと、宮崎の大会に出て、次は新潟の村上の大会に出るんですけど、ということで40代を、えー、っと、体を健康にしてね、えー、っと、心身ともに乗り越えていこうっていうことなんです。なので、あの、何が言いたいのかっていうと、これまでそれが当たり前だと思ってきた。 体の体に悪いそういう悪い悪習慣っていうのをえっ、ー、と見直すことっていうのがえっ、ー、と40歳のえっ、ー、と肉体における壁なんじゃないかなと思いますでそれはちょっと私はそのあんまり女性のことは分かんないんでえっ、ー、と多分その男女でねその体のえっ、ー、と 出来とかその時のね状況、ホルモンの状況とか全然違うんで何とも言えないんですけど、何とも言えないんですけど、その一つまあその40歳の男性っていうところの共通項の中で何かね参考にねしてくれればねいいかなと思います。はい、また明日 YouTube でお会いしましょう。